新潟祭りが3年ぶりに開かれました。大民謡流しが中止となるなど規模を縮小しての実施でしたが、訪れた人は夏祭りの雰囲気を味わっていました。響き渡る笛や太鼓の音、港町新潟の繁栄などを祈願して町中を練り歩く住吉行列です。帰ってきたなって感じがしますね。毎年来てたので。規模を縮小して3年ぶりに開催された新潟祭り。大民謡流しが中止、花火大会も延期となる中、住吉行列では時間とコースを短縮、参加者を例年の2割程度まで減らして行われました。こんな対策も。獅子舞がちゃんと撮っていくだけで、いつも獅子舞が来るとファンでもらってたんですよ。でそれが今年かめないので、それでちょっと残念がってたんですね。沿道にいる市民となるべく触れ合わないように、獅子舞は恒例のパフォーマンスを自粛していました。それでも獅子舞がいなくて悲しいけど、でも楽しいです。楽しかった。花火を本当は見たかったんですけど、それが見れなかったのがちょっと残念でしたけど、こういうのは外で参加できてよかったです。あ、夏が来たって感じで、いつもここで見せていただいてたんで、これでこうわーってね、解消してくれるといいなと思ってます。訪れた人たちは3年ぶりに包まれた祭りの雰囲気を味わっていました。